トマビ知識認定コーチの西村です。本日は自分のことは好きになりましょうっていうお話です。私、キミコ先生のポスチュアウォーキング教室っていうのに通ってます。歩き方をすごく良くしようっていうもので、私佐藤富雄さんの著書でそのキミコ先生のこの教室のことを知りました。揚げまん体質になろうとかっていう相川桃子さんのイラスト入りの本の中でそのウォーキングの効用っていうのがちゃんと説明されてたからなんですね。キミコ先生のウォーキングの授業の時に I like me っていう洋書画法を紹介されるんですよ。でその時になんかキミコ先生がその自分を好きになりましょうって話をするんですよ。キミコ先生その産後太りで激太りした時に自分がすごく自信持てなくなっちゃったんですって。でそれでウォーキングでスラッとした自分を取り戻して教室っていうものを広めていくのをなんか生きがいになさってるんですけど、でその時に教室の生徒さんがなんか自分に自信持てない方がすごく多いんですって話をなさってて、なんかその時に皆さんに自分を5割ぐらい好きな人って手を挙げてもらったら、なんか半分行くか行かないかの人しか手を挙がんないんですよ。これってコーチング的にはめっちゃまずいです。女性の皆さん、もっと自分のこと綺麗とか自分の方素敵とか、なんか自分をもっと肯定していただければなと思うんですよ。っていうのは、私めちゃめちゃ自分のこと好きなので、多分8割か9割ぐらい自分のことめっちゃ好きですよ。唯一嫌いなのって、ちょっとやっぱり改善ポイントあるからですけど、基本私ってすごいな、世界に一人しかいないでしょ自分って。だからすごい自分のこと好きなんですよ。コーチングにおいてエフィカシーってすごい重要なんですね。ゴールを達成できるっていう自分の能力を心底を信じてるってことが重要なんです。成功をするためには自分信じてあげないといけなくて、いけなくてっていうか、成功する人は自分好きな人なんですよ。だからまずやっぱり自分がいいところを一つ一つ見つけていって、で自分のことを褒めることから始めていただければなって、私はそのキミコ先生の話を聞いて、あ、そっかって思いました。例えばなんですけど、私って腰が細くて綺麗とか、眉毛は目が綺麗とか、私の胃は荒れてなくってすごくピンク色で素敵とか、何でもいいんですよ。自分のことをちょっとずつちょっとずつ褒めてって、そうね、私って綺麗ねとか、私って素敵ねっていうのを一つ一つ積み重ねていただければ、もっともっと皆さんも美人さんになるし、もっと素敵な人になると思います。